ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、いつぞやの織姫と彦星の話は良かったよ。それは良かった。身近なものだけに、新しい発見があると楽しいもんな。じゃあ次は私の番かな？うん？何か話せることがあるのか？織姫と彦星の話が出たなら、春の夫婦星の話もしなくちゃ。アルクプルスとスピカだよ。あ、実はそれって俗説なんだよ。え？嘘？それなら今回はそのあたりについて、特にスピカに焦点を当ててみるか。面白い謎もあるから、そこにも触れていこう。それじゃあゆっくりしていってね。さてさて、霊夢は春の夫婦星って単語は知ってるみたいだけど、それぞれの星。今回の場合はスピカになるんだが、どんな星かきちんと知ってるか？一等星ってのと、その夫婦星ってくらいしか。じゃあまずはスピカって星から理解してみようか。正式には乙女座アルファ星と言われていて、乙女座で最も明るい全天21の一つだ。あ、そっか。一等星だから全天21に入ってるんだ。そんで、一般的に一つの星として考えられているけど、実は 1.3 等の四星 AA と 4.5 等の晩星 AB からなる連星なのさ。二つあったの？これは初耳だよ。主星は太陽の8倍の直径で表面温度は2万2000度、晩星は太陽の4倍の直径で1万8000度と、太陽が6000度と考えると圧倒的だな。スペックがすごいね。でも、普通に見る分には一つにしか見えないよ。それは仕方がない。恒星としての輝きなどの影響により、そして地球からの距離が250光年ということもあって、肉眼は愚か天体望遠鏡をもってしても連星として見れないんだ。そういうことか。天体望遠鏡で見れないなら、一般人は絶対無理だよ。そういうことだ。そんで、さっきから言ってるように春にその姿を現し、場所は北斗七星の取っ手の部分から牛飼い座のアークプルスまでの長さを、同じ分だけ伸ばした部分にあるぜ。同じ分だけってのが、夫婦な感じでいいね。夫婦か。まあ後で話すよ。そんでこのスピカ、人間との付き合いがかなり長いみたいで、恋か偶然かはわからないが世界遺産である古代都市テーベに建設された神殿は、当時スピカの方向を向いていたという話だ。へえ、まあどの方向に立てるかって話なだけだから、偶然のような気がするけどそう考える方がロマンがあっていいよ。だな。ただある程度年月が経つと、再サウンドの影響により神殿の向いている方向がスピカから少しずれてたみたいで、そこを古代ギリシャの天文学者ヒッパルコスがスピカの位置を観測することで、再サウンドってものが存在することを発見したって経緯があるんだ。そこからわかったんだ。しかもそんな昔からって、本当にすごく密接に人類と関わってきたんだね。そう。実際スピカって名前も古代ローマ時代に付けられた名前で、ギリシャ語名で穀物の穂先って意味があるそうなんだ。ああ、そういえば乙女座の人が左手に持ってるものって。よく知ってるじゃないか。それが穂先。つまりスピカなのさ。なるほど、そういう経緯なんだね。そんなに馴染み深いのなら、日本でもそれなりの扱いされてそうだよ。いや、実は日本ではそうでもないみたいなんだ。和名すらもともとなくて、太平洋戦争末期に海軍航空隊から常用構成の日本語の名前を付けるように依頼された際に、そこでようやく真珠星って名がついたんだ。あらら、あんまり日本じゃ重要視されてなかったんだ。そうなのかもしれないな。とまあ、概要はこのあたりって感じだ。ふむふむ、スピカって星については大体わかったよ。それにしても、本当は春の夫婦星じゃないってちょっとショックなんだけど。じゃあ今からそのあたりについて触れていこう。春が近づくとオリオン座や双子座も少しずつ退き始めて、スピカのある乙女座や天秤座が見えてくるよな。季節の移り変わりって感じだね。そんでその時期は、横になった北斗七星の絵の反りの延長上に、牛飼い座アルファ星であるアルクプルスが現れるんだ。そして、それらをその真反対の等距離にあるスピカまで繋ぐことで、春の大極線が明るみになるのさ。そうだね。天気のいい日とか、くっきり見えるからつい極線描いちゃうよ。本当に美しいからな。ああ、そうだ。この話をする上でアルクプルスも欠かせないから、ちょっとだけこの星について話しておくよ。これも一等星だよね。ああ、シリウス、カノープスに次ぐ明るい一等星で、地球からは37光年程度しか離れていない。そんで面白いのが秒速125キロでスピカに向かってるそうで、約5万年後には最接近するみたいなんだぜ。え？そうだったの？じゃあやっぱり夫婦星なんじゃないの？違うんだ。実は本当の夫婦星ってのは、まず最初に言った織姫と彦星である、ベガとアルタイル。そして、双子座のアルファ星カストルとベータ星ポルックスを指すんだよ。はい、そんなの聞いたことがないんだけど。そうだと思う。物心ついた頃から、多くは夫婦星というと織姫、彦星か。一般的に春の夫婦星とされているスピカとアルクプルスと覚えるだろうしな。どうしてそうなるのかな？星としては全然違うよね。
それには季節が関係しているのさ。霊夢、春といえばひな祭りだよな。そうだね。お代理様とおひな様だよ。でもそれが一体何の関係があるの？だからその時期に、夜空に輝くカストルとポルックスを夫婦に見立てたことが、この二つの星が夫婦星としての始まりだったんだよ。ふむふむ。それなら、そのままかっちりと決まりそうなもんだけど。そうもいかなかったんだ。なぜなら、双子座は冬の星座だろ？あ、そっか。ひな祭りは春だから、双子座だと見合ってない。って言い方はおかしいのかもしれないけど、違和感があるんだ。そういう解釈なのかもしれないな。そのためか、完全に春の星であるアルクプルスとスピカと勘違いされるようになってきたみたいなんだよ。それはあるかも。だって、スピカだって乙女座だから女性の要素あるし。アルクプルスも剣竜だから、男性をイメージさせてしまうんじゃないかな。へえ、めちゃめちゃ感心しちゃったよその話。で、それだけじゃないんだ。スピカとアルクプルスが夫婦星と言われるゆえんには、もう一つ別の理由もあると考えられているんだぜ。まだあるの？もう実際問題、違うのかもしれないけどかなり夫婦寄りだよ。正直言うと、もう夫婦でいいんじゃないかとも思う。そんでその理由だが、さっきスピカは和名で真珠星と名付けられたって話をしたよな。だね。戦争時代につけられたってのがちょっと気になるけど。そして、アルクプルスには珊瑚星って和名があるんだよ。真珠と珊瑚って、お互い完全に海要素だよね。なんでそこで近い名前になるの？答えは今霊夢が言った戦争で、航海や航空の指標となる星の和名を決めてほしいと軍から要請を受けたことで、これらの名がついたみたいなのさ。どうして？そのまま星の名前を使ったらいいんじゃないの？大東亜戦争後期、日本は敵性外国語となる英語は使えなかった。だからそこで、星の名前には名が必要だったって流れなんだよ。ああ、なるほど、英語が使えないから、指標にできなかったんだ。よくよく考えてみるとわかると思うけど、真珠湾攻撃とか珊瑚海海戦って単語は知ってるだろ？あれが元になっているのさ。納得したけど、大元が戦争っていうのがやっぱり引っかかるな。とまあ、そんな感じでスピカとアルクプルスは、何かとペアにされていたんだ。なお余談として、地方伝承ではあるが、スピカを姉様星、アルクプルスをアン様星と呼んでいたなどという話もあるんだぜ。いろいろあるんだね。っていうかそこまでセットに考えられると、やっぱりこの二つの星が夫婦星だって逆に強く思っちゃうよ。本当は違うってわかっていてもね。そこはもう、個人の解釈でいいんじゃないか？別に強要されるものじゃないし。そんで次の話題なんだが、霊夢は正式に星座として定められている88星座のうち、植物がモチーフになっている星座って言って、何か思い当たるものはあるか？植物？そんなのあったっけ？ごめん、聞いたことないよ。正解だ。実は星座ってかなり多いんだけど、その中で一つも植物をモチーフにしたものってのは存在していないんだよ。それはどうしてなの？何か理由があるのかな？こう言ってはなんだが、答えはわからないとなる。強いて言うなら、西洋星座の大元が生まれたのは草木の比較的少ない中近東であることにより、植物の星座が生まれなかったという説があるが定かじゃないんだ。そもそも植物は除外されていたとか、植物を関わらせない理由があったとか？いや、植物が一切関わっていないと言われるとそうでもないんだよ。星座に植物自体は関わっているけど、モチーフになった星座はない。何か変だなぁ。そう思うだろ？なお脇役ではあるものの、植物が描かれる星座は4つ。ヘラクレス座のヘイラクレイスが手に捧げ持つ黄金のリンゴの枝、ハト座でハトが加えているオリーブの枝、巨子鳥座で大橋が加えている小枝のようなもの。そして、乙女座で女神アストライアが手に持ってる麦の穂だよね。その通り。そのアストライアが手に持つ麦の穂の部分を、スピカが担っているわけだ。そう思うと、スピカってめちゃくちゃ珍しい星に思えるね。ほんとだよ。植物の星座はないのに、植物そのものを担う星がスピカであることに、何か意味があるんじゃないかとすら思えるんだよな。さすがに考えすぎだと思うけど、小って部分が特別な感じを醸し出してるのは間違いないね。それにしても、植物モチーフの星座がないってのが驚きかな。正確にはあったんだ。現在では廃止された星座となるんだが、チャールズの樫の木座、ユリ座、イバラの木、神秘のバラなどだな。え？そんなのあったの？っていうか廃止って何？廃止は廃止だよ。使われなくなったことで、自然消滅したって話だぜ。よくわからないな。植物の星座はあったけど、廃止になるって何なんだろ？他の植物じゃない星座は今でもみんなに親しまれてるのに。不思議だろ？おそらくではあるが、植物を星座にするに際して致命的な何かがあったのかもしれないんだよ。例えば？何か考えられるものでいいから。そうだな。調べてみたんだが、植物はやはり大地に根を張っているイメージが強くて空に上げづらかった。という解釈をするところがあったかな。
何か、そういう考え方だと納得できるね。なんかロマンチックだし。確かにそうだな。また、植物ってことは枝や葉があるわけなんだが、それがあると線で結びにくいって解釈も見かけたぜ。まあ髪の毛座があるんだから、可能性的には薄いが。そういう謎っていつか解明されるのかな。難しそうな感じがするけど。言い伝えとか伝承となると、文献がなくちゃどうにもならないからな。それと最後にもう一つ、スピカってのは恒星食が行われる星で、時々月に隠されるんだ。そうなの？夜空で私が見る分には、一度も見たことないんだけど。時々って言ったろ？たまに夜空を見るだけじゃ、そうそうお目にかかれるものじゃないと思うぞ。じゃあどうやって見るの？せめてどこにどう現れるかだけでも。そうだな。スピカ食は月を正面から見て、月の左上の暗い影の側に現れるんだ。そのまま見ていると突然消えて右側の明るい月の縁から現れるぞ。そんな感じなんだね。恒星食ってちょいちょいあるみたいだけど、月かもそうだったなんて新しい発見だな。まあ機会があれば一度見てみるといい。最後は余談みたいになったけど、とりあえず今回はこれで終わりとするよ。了解。今回もなかなか聞き応えのある内容だったよ。だな。主にアルクプルスとスピカの関係についてだったけど、おおよそその興味の方が強い人が多いだろうしな。でもさ、実際は夫婦星じゃないにしても、アルクプルスはスピカに会いに行こうとしてるんだよね。ロマンチックに言えばそうなるかな？この広い宇宙、特定の星を求めて旅をするなんてなかなかお目にかかれないシチュエーションだよ。私からすると、それって夫婦であることより絆が深いように思えるんだよね。いいことを言うじゃないか。もしかすると、アルクプルスは本当にスピカに会いに行きたいのかもな？ということで今回も、ご視聴ありがとうございました。